私がこうして生きてられるのはビビの決断とクレハさんの治療のおかげってわけ。俺だって頑張ったんだぞ。で、その後いよいよアラバスタに上陸したってわけだ。そういや、上陸する前にお前らなんか不気味なもん釣り上げたんじゃなかったか。ボンちゃんだな、あの変態野郎が。変態だと？そいつは聞き捨てならねえな。冗談じゃないわよ。左手で触れればほーら元通り。これがあちしの食べたマネマネの実の能力よ。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でもこれだけは忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係ナッシング。また会おうぜ。うわあ。さあ行くのよお前たちん。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？あいつがミスター2ボンクレ。厄介な奴を取り逃がしちまったな。今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。これを確認すれば仲間を疑わずに済むわね。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。アラバスタ王国では国王を疑う反乱軍がついに挙兵。秘密犯罪会社バロックワークスによる王国乗っ取り計画は大詰めを迎え、バロックワークスを操る男クロコダイルのアジトでは主要エージェントが顔を揃え最後の指令を受けていた。しかし一人だけ指令を受けられなかった者がいた。ミスター3を名乗るその男は体から絞り出す銅を好きな形に固められるドルドルの実の能力者。この男は事前にビビと麦わらの一味の抹殺を命じられていたが失敗し、クロコダイルの怒りを買って生死不明の状態に追い込まれたのだった。一方、反乱を止めるためアラバスタに上陸した麦わらの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが敵の罠に陥り、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが檻に入れられてしまう。間もなくしてバロックワークスの副社長ミス・オールサンデーによってアジトに連行されてきたビビはルフィたちを助けようと奮闘するが、クロコダイルの砂砂の能力の前にはなすすべがなかった。ルフィたちが入れられた檻は悪魔の実の能力を奪う回廊石でできている上、徐々に海水が入ってきてルフィは力を出せない。檻の鍵もなく途方に暮れるビビ。その時ミス・オールサンデーが持つデンデン虫の呼び出し音が鳴る。聞こえてきたのは謎の男の声だった。プル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 。こちらはクソレストラン。てめえ一体何者だ。俺か。俺はミス
スタープリンス。捕らえました。この妙な男をどうしましょう。サンジさん、そんな。そこはどこだ。場所を言え。レインディナーズというカジノの正面ゲートです。サンジ、ガチキャン。こりゃいい。行くぞ。店の正面ゲートだ。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい、プリンセス。野郎、どこへ来やがった。ミスタープリンス、必ず見つけてぶち殺してやるぜ。よし、待ったか。プリンス、バカやってねえでさっさと鍵を探せ。よかった。ナミスワーイ、惚れた。はいはい、惚れたからさっさとここ開けて。ろうそく人間。あの雑魚ども、もう許さん。即刻この手で皆殺しにしてやる。能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。クロコダイルはどこだ。ゴムゴムのアグーガー、
ところにいやがったか。やつはせいぜいあがいているんだな。だいぶ時間をロスしちまったな。間に合うか。急いでアルバーナに向かわないと反乱を止められなくなるわ。チョッパーの近くにいるはずだ。うまく合流できるといいな。よし、急いでみんなを探すぞ。ゴムゴムのを止めてんだろ。さあ急がねえと間に合わねえぞ。これはナミさんの匂い。ナミさん、今行くよ。アクーカいたぞ、あいつらだ。やれ。ちょっと待って、ナミさんに手を出す奴は三枚に下ろしてやる。戦うナミさんの美しい、あの世の果てまでフォーリンだ。あの世に行ってどうすんの。ほら急いでアルバーナに行くんでしょ。アクーカ、これくらいで俺を止められると思うなよ。ゴムゴムのアイフロゴムゴムのアイフル、よっ、ゴムゴムのアイフル、
ブーってとても落ち着いてきたみたいだな。そろそろ行くか。だぞ、麦わらの追い過ぎだ。兵を集めろ。ゴムゴムのナイフ。これは一味で最も恐ろしい男、キャプテンウソップ。やっぱ誰か助けてくれ。海軍のお出ましか。俺が手を下す必要もなくなってしまった。さあ行こうぜ。ヤルバーナはどっちだ。ついたか。なんか違うな。今度はそっちに行ったぞ。兵を回せ。ミスター武士道は敵と戦っていて、私たちに気づいてないみたいよ。またどこかに行ってしまう前に敵を倒して合流しましょう。ぶっ飛ばしてやった。ここに行ってみるか。みんな急いで。
実にバカが多くて仕事がしやすかった。まずい。もう何が何だか分かるんじゃない。ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分やろ。それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。俺から逃げ切った気でいるのか。もう遊びはこの辺でよかろう。デザートスターだ。デザートスターだ。ずっと真面目にやってるぞ。俺とお前では海賊の格が違う。浴びろ。よっ
ターだ。アグーガサーブルス。乾き具合干からびろと、おいおい干からびろ、サーブス、サーブス、いい砂の乾き具合だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だが時期に楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。